ノーカラーとは、学生服の爪襟に装着される白く硬い、プラスチック製の襟カラーを取り外して、襟カラーのない黒襟の状態で着用することを言う。学生服を、ノーカラーにする目的として、硬いカラーが首に擦れて痛い、汗を吸わず首の皮膚炎を悪化させる、もしくは破損して、頸部の皮膚を痛めるという機能上の問題を回避する。 生徒の側からの主体的な制服の着崩し。カラーを外すことで、学校の規則に従順には従わないという、記号的表現をするかつてのルーズソックスなどと同じ、共通の着こなしへの芸語。クラスの多くの生徒が、ノーカラーの場合、クラスから浮かないよう自分もノーカラーにする番からな、興奮を、ノーカラーで、表現学校側が公認。 指定制服の襟からカラーをつけるボタンを取り去って、ノーカラーを正式とするなどがある。多くの学校で、ノーカラーは、明文化されているかどうかは別として、高速違反とされており、2から4の場合、教師はカラーをつける、要生活指導を行っている。ただし、1の場合は、移送許可願いや診断書を生徒に出させ、ノーカラーを公認することが多い。2から3については、 警備な気崩しだとして、黙認されることもある。だが、生活指導に反抗する形になることは、変わりなく、それまで装着していたカラーを外して投稿する最初の、日は、生徒にとって、緊張したり、クラスメートや、先生の目が異常に気になったりするものである。しかし、慣れれば、ノーカラーがむしろその生徒のクラスでの象徴となり、 一旦、ノーカラーにしてしまった生徒は、強い生活指導がない限り、そのままカラーのない状態で通学を続け、卒業式にもノーカラーで散列することも多い。また、クラスメートや、部活の後輩にカラーを取り去るよう進めて、その結果校内で、ノーカラーの生徒が増殖していく要因となる。なお、ノーカラーにすると襟の内側が汚れる上、 カラーを止める突起や襟症の裏ネジが首に擦れやすくなるから必ずしもノーカラーにしたから学生服の着心地が楽になるわけではない。ありがとうございます。